DAW レッスンの鈴木です。堀田です。DAW トーク。この番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週さまざまな動画をアップしておりますので、ぜひチェックお願いしますと。はい。はい、いうことでですね。はいはい。 アウトーク今回はですね、うん、アウトボードについてちょっと話してみたいなと思うんですけれどもはいはい、はい、アウトボードはいアウトボードってやっぱり、うん、音楽制作やってると一個の憧れみたいなのってありますよね,、うん、あ,るですねあると思うんですけどどうしても最近だとプラグインから入ってくるっていうのがスタンダードだと思うんですけど、うん、そうするとやっぱりこうすぐ比較的早い段階でやっぱハードは違うぞとか。うんうん このシンセンもちょっと関連するのかも分かんないですけどなんかあるじゃないですかそうだねありますよねでもこう調べてかっこいいなと思って俺もやりたいなって思って調べてみると、うん、何これみたいな<笑><笑>うまくいかへんなみたいなそう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 さすがにプラグイン何個分ですかみたいなのがいっぱい出てくると思うんですよでそこで、まあ、そういった製品は当然いいという前提の中でですよはい そんな話をしてもしょうがないかと思うので、うん、安めのアウトボードってどうなのよっていう、うん、安めのアウトボードちょっと切り口で言ってみたいと思うんですけどはい、はい、ちょっといいやつになると30万みたいな感じだと思うんですけど最近3万円でも買えるよみたいなそうっすねもうなんか価格そっちもレンジが広くなりましたよね、うん、どっちかっていうとはい でも同時にちょっと怖いじゃん、うん、30万で売ってるものと3万円で売ってるものってどれぐらいの差があるのみたいな。3万円って言っても30万に比べると安いけど、うん、3万円って安いですかって言われると安くはないじゃん。うん プラグインいくつ買えるのみたいな視点で見ちゃうとそうした時に使えないもの買ってもしょうがないよねって思うわけですよやっぱりまあそうですよねうんその辺どうかなっていうのをちょっとやってみたいと思います3万円ってやっぱり、うんうん、多分このアウトボード系の中ではかなり安い部類というかそれより以下ってなかなか厳しいかなって正直思うところなんですけれどもなんか逆にその辺の製品って考えたことありますか ありますよ。あのー、いきなりハイエンドなんて当たり前に買えないんで、で勇気いるよね。勇気どころじゃないですよ。だって、新しいギターとか買えちゃうんだもん。制作オンリーでやってるなら、まあもちろんあれですけど、なんか考え方的には、その、なんて言うんす、あの、ギターだとさ、1万円ぐらいのエントリー、まあ本当、入門クラスのやつから始まって、4万ぐらいの、いわゆるグラスルーツみたいなやつとか、ーとスクワイヤーみたいなやつとか。 みたいなレベルのやつがあって、あるイメージで、で、10万ぐらいのやつがあって、あとハイエンドみたいな感じの、20万、30万するみたいなイメージだったから、ほ、うん、んと最初の最初、うんうん、いわゆる、なんかバンドマンしかしてませんでしたみたいな時は、うん、最初何入れたかなアートのプリアンプ入れましたよ、うち。マイクプリ。あれ8000円ぐらいだったと思う、<と>確か。ART ってことうん、ART。あれ ART って言うんだ。アートだと思う、さ、ずっと。まだあんのかなわかんない。 <laughs> ね、でもあると思うけどねあ,のあれだよいわゆるさ「チューブ入ってます」とかさそんなような触れ込みでさあチューブ入ってとかあそんなだったと思う名前はもう覚えてないけどあったねど最初は本当のど最初はそれ<ー>バンドのレコーディングで、うん、自分たちでやりましょうみたいな感じでははははでもなんかいきなり高いのとかもあるけどうん、うん、誰もミキサーって言われるような感じのテンションでやってるやつはいなくて。 うん、導入をどうするっつってコンプとかなんて分かってないわけよ <laughs> だからだけど、うん、なんかマイクをコンデンサにしました、うん、だがしかしみたいな感じでなんかよくならんのか、うん、みたいな感じになった時に買ってきたやつがそれ、うん、だったかな結果はちょっとよく分かんなかった <laughs> 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 いやその時もだって1万円ぐらいのインターフェースでさ、うん、それにマイクフリーかましてたから 何、ね、かそう今やってる時と状況が違うから何とも言えないけどでもまあ初めて買ったやつで結構なんかみんなで「うーんどうしよう」とか言って買ったやつはそれだったかも、うん、なるほどね、うんまあ、まあ1万円以下ぐらいだったら,、ね、それぐらいしえちょっと頑張れるよね最初にそうだねでもねやっぱ質が変質するじゃないまあ当たり前だけどさ、うん、だから楽しかったはあったっすよやっぱりおなんか 温かいい感じにななったた気がするみたいな、まあ、サーチュレーションかかったみたいな感じって今だったら言えるかもだけど <laughs> なんか丸くなったぞとか言って <laughs> ああエフェクター的なねそう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 そんなのが最初のイメージだなと思いますけどね、うん、その上にあったのが多分、うん、FMR とかになるんじゃないですかねああリアリーナイスねそうそうそう,そう、ね、リアリーナイスまあうちにまだねいますけどもうんリアリーナイスとはちょ結構前に動画で紹介してますけど、うん、あれいいよね そうですね。あれは良かったですね。あれは元々はでも、そっち、もそれもまた、何て言うんですかね。まあ、だいぶ前の話になるんであれですけど、はい元々は楽器のコンプとして使おうよって感じでやってきたやつなんですよ。なんか、全部12時にやったらいい感じになるよっていう、なんか外人のセッティングをなんか、ぱっと教えてもらって、 うん、あそうなんですかみたいな感じでビょンってやったらおいい感じですねみたいなんっていうのが最初なるほどねなんかそのねあの書いてる内容はさいろいろあったのは知ってたけど、うん、実際やっぱり敬遠してたんだよほうなんで、うん、なんかうさんくさい <laughs> <laughs> 安いのにそんなこと書くみたいな何万ドルの価値がありますみたいなスタジオにも置いてあります2000ドルの二千ドル以上のとかあったっけそんなんだったよね確かねうん、うん だったんですけど、やっぱ行かないですよね。あの、そうなんかの時にその上とかそのパイセン系の人からのおすすめがあって、うん、しかも自分の担当楽器のとこで使えるってことを踏んだから、うん、まなおかつ自分で試せたのもあったんだけど、だから行ったっていうのもあるんですけどね。うんうん、なるほどね。そう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 。 やっぱ勇気いると思う。あの5万とか4万とかする確かその時に、まあ、2、3万だったような気もするけどね、それでもやっぱ勇気いたもんな、多分うん,う,んうん。やっぱ自分の持ってる楽器のチューニングをしたいわけですよ、基本的には。はい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 。そう,そうそうそう。まあまあ、そうだよね。基本はそうだよね。だからなんか、うん、あれですよね、今で言うなんかそのストライモンみたいなちょっと高めなやつって言ったらいいんですか、ボスより高くて、うん、ちょっとブティックっぽいイメージのところに位置づけとしてあったイメージだったんですけどね。なるほどね。 鈴木さん最初なんですかなんだろう,う最初しかもエントリークラスだと思うんだけど多分きっとなんだろうなうんでも歴史コンの安いエフェリバーブとかだったような気がしないでもないな歴史コンって安いのあんのあるあるあったかなうーん3万円ぐらいのやつであるよへえー、あ,あったったと思いますよはい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 、うん、はい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 はん、うん <laughs> 名前は知ってるじゃんみたいな。やっぱ渋いね。いきなりその辺なんだね、うん。うんですね。やっぱりその楽器プレイヤーじゃないからさ。はい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 。マイク歌わないじゃん。だからプリアンプもうん、うん、という感じだし。うん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 。<laughs> でイギキュとかコンプっていうのも。はいはい。うちがそれをやろうと思った時には安いのはベリンガーしかなかった。うん、はい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 。ベリンガーとそれこそ ART とか。うん。 であそこが違うのはなんか分かったんだよ。うん、<laughs> これじゃないなみたいなのはあってそうした時にやっぱりなんか欲しいじゃん一個、うん、1個ハードウェア買ってみたいじゃん、うん、そうした時にリバーブじゃねってなったんですよ。えー、やっぱ曲作ってる人が分からの発想だよねやっぱねそこはねきっと。いやでもね途中すぐ気づくんだよ。うん リバーブのアウトボードはちょっと使いかかって悪いぞって <laughs> <laughs> すぐ気づくんだよねなるほどねちょっとルーティングめんどくせえしバウンスするのめんどくせえぞみたいなそうだよ、ね、気づくんですよどっちかっていうとそっちのラックのリバーブとかディレイとかっていうのは、うんうん、あのハードオフとかさあ<ー>あの辺になんかさ<ー>昔のやつがさ転がってるイメージがあ,あるあるある強くあって うん、これ試したらもしかしたらいいんじゃねってなったんだけどうん、うん、次は使い方が分かんないんだよ。<laughs> これどうやったらいいんだんみたいな。<laughs> ハードオフってさ、うん、いつどこに行ってもグライコが置いてあるイメージなの <laughs> あるね。めちゃめちゃあるね。<laughs> DBX あたりのさニックマキシマイザーとかさあの辺がなんか鎮座してるイメージ,メージあるね。すごいある だから始めたての頃ってさいろんなものをやっぱりさ見聞きすぎてなんかこう吸収していくじゃないうん、うん、ソニックマキサイねっ BBE とかなんてあのストンプしかないと思ってたのにさラックになってるよ、うん、みたいな <laughs> なんだろこれプラグインにあるやつだ <laughs> みたいなそうだねこれはいいものだきっととか言っていいんだけどどうしていいんだこれみたいなあでも今そ,れその話してって思い,思い出した、うん、最初買ったの BBE のソニックマキシマイザーかもしんないえー、ラックのやつ うん。へえ<ー>。流行ってたんだよね。はい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 。<laughs> 安かったんだよね、しかも。あれいくらぐらいだったかね。二万とか。二万か。じゃないかな。いや、ね、でもそんなもんかもしんねえな。なんかあのストンプとさそんなになんか値段差異がないような気がしたような記憶があるよ。うんうん、そうだよね。うん。そっかそっか。安かった気がすんだよな。そう言われるとなんかだいぶ身近な気持ちになるね。 え何が歴史コンって言われるともうすでにスタジオワークをしている人だいやでも値段そこまで変わんないと思うよそうなんだん。えすごいなんか歴史コンって聞くとなんかねあのいや PCM 系は高いよそりゃそうそうそうそっちのイメージがすごいついてる PCM 系高いけど例えば今もディスコンになっちゃったかもですけど MX200 とか300だったりすると23万ぐらいだったと気がしますよへえもちろんできることとかうん クオリティとかっていうのは違うんですけど、までもじちゃんとハードのリバーブですからね。実際変わるよね。だって変わ,る変わる。変わる。変わる変わるっていうかね。違うものだよね。うん、<laughs> うん。まあ、当時の自分にどれだけ違いが分かったかはちょっとわかんないですけど、達、まあ、成感はすごいあったと思うよ。きっとうん。なんか？ 当時はさやっぱりこれ私が歴史シを貼った時って IR リバーブっていうのも出始めぐらいだったと思うんですよへえ IR リバーブってやべえやつが出たぞとはい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 だが待ってほしい CPU 化が半端ねえみたいなそううん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 そんな中にんていうんでしょうハードシンセとかさハードのレコーダーとかってあんまりそこいじれないのよねはいシステムが持ってるリバーブが1ゲートあってうん 今のデジタルミキサーみたいなのもそうですけどうん、うん、そこでアルゴリズム何選ぶか、うん、でそこから各トラックにどれぐらい送るかみたいなさはい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  <laughs> 制限があるの方がやりやすいんじゃねえとこう思うところも最近はありますけど逆に一周回って <laughs> はい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 とはいえなんかねもうちょっといろいろやりたいわけですよ、うん、そうだねグリグリしたいわけよみたいな、うん、最初の頃はなんでかしんないけどめちゃいろいろ使えるようになりたいもんねそうそう,そうなんかなんか使ってるだけで楽しい っていうのもあるじゃん。うん、その必要かどうかは別として、<laughs> そうだね。通していることの意味みたいなさ、うん,うん、わかるよ。っていうのもやっぱり始めたてのところはあるよね。うんなんか変わ、さっきのさ、堀利先生のさ、A.R.T. じゃないけどさ、良、うん、くなってるかは二の次なんだよね。やっぱり、うん。でもなんかやっぱ質感そのものがどんと変わるからさ、うん、おこれはみたいな気持ちにはなるんだよな。 そうだ、ねうんだから結構やっぱ大事に持ち続けてたよやっぱなんだかんだ安くたってうんうんうんうちでもソニックマキシマイザは速攻をうっぱらった気がするけど <laughs> あそうなんだねまあ結構特価引き換えする人だもんね <laughs> 鈴木さんどっちかって言うと俺結構物持ちがさ長いタイプだからさああその多分性格の差かもしれんねもしかしたらねうん単純にでも BBE とかってさ <laughs> 割とさ流行りものだったんだよファイナライザーみたいなもんでしょ TC の まあが違うけどまあまあまあそうだね値段も違うけどそういうことだよねどっちかっていうとそうそうなんか一時期流行ったみたいなやつで流行りが過ぎ去った後はなんでこんなもん使ってたんだろうってなったんだよねうん夢から覚めたんだよまあまあバイタライザーの方にしときゃよかったみたいな思ったりもさするわけまあまあいいんだけどこんななるほどね まだってねだからだからちょっとそのアウトボードっていう話だとずれるかもしれないけど、うん、その後にさ結構なんか頑張って曲を作ろうみたいになった時にさ、うん、あれですよだからミキヤマハのミキサーとか謎にあったよねうちあっそうなんだあったあったへえすげえ最初の頃だと思うミキサーねーなんかシンセがさ、うん、うちにジュノかなんか来てさ貸してもらってさ、はあはあ ジュのを入れた瞬間さ、うん、もう全部刺さんないじゃんあ通院しかないからってこと、ね、そう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 持ったばっかりのインターフェースだからさここでなんかひらめくわけですよあミキサーだみたいな <laughs> <laughs> 今こそミキサーだみたいなやってる感もすげえみたいな,なか、ね、確かにねそう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 でなんかインターフェースも兼用兼用みたいになってるタイプだからこれも一個でいいじゃん、うん、みたいなふうになったんだけどうん、うん、まあ後ほどその過ちに気付くんだけどさあ USB ミキサーの闇はあるよね うーんあのうーん高いやつはいいやつなんだけどさ <laughs> あそこ確かに一つ闇かもねまあまあその当時のやつだからねあの今はまた違うのかもしれないけどいやそんな変わんないんじゃないだってほら AG うんちゃらとかっていうのもあの路線じゃんそうだねグーってなったんだまあでもなったのはでも気づいたのはでもだいぶ後だねうんやっぱり良いって思うっていうかさインターフェースに違いがあるとも思ってなかったからさその時さ 音が出ればよしみたいな、まあ、いなんかそのさやっぱり始めたばっかりの時があってさ、うん、いい音が欲しいのは当然なんだけど、うん、それよりも変えるかかどうかなんだよねそ<う> <laughs> 単純にさ手が届くかどうかってさ絶対的な価値観としてあるじゃんそれでやっぱなんだろういろいろまとまってるやつがいいなっていう風に。 <laughs> やっぱ思っちゃいますよねうどうしてもねスマートじゃんみたいな<あー> <laughs> いこれもこれも手に入るみたいな、ね、そう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 ,そうだからなんかそれこそねリバーウンドとかもなんか突っ込んだりとかできるぞみたいな将来的に確証性もあるよしみたいなうんうんそう拡張したいや持ちや持ちやなんだなって後から思ってたところだった <laughs> <laughs> まあそれが現実だよねみたいなところありつつ <laughs> あちょっとじゃあ、えー、と時代を今に戻すと、うん、例えば今 の現ラン現行ラインナップ。はい。なんかおすすめのやつってありますか。クラークテクニックのね、鈴木さんちにあった LTA とか。うんうんうんうエントリーの値段帯というか、ちょっと背伸びしたぐらいのとこですよね、多分。あたてま三万円万らいの。三万円。ね。うん。あれすごいっすよね。ちょっと待って値上がりしてる。あ、そうなんだ。え、今サウンドハウスがこれ代理店だと思うんですけど。うん。 えっと、い知ってる価格が一番安いのが2万9800円とかなんですよはい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 なんですけど今1万円アップしてますね3万9万0 0四万円やってますねすごいことになってるねまあでも打ち買った時 2A とかは5万ちょっとぐらいだったのかなちょっと正確には覚えてないですけどうん、うん、それを考えるとまあそれでも安いですよあれはすごいあったな同じく76だってね うん、今うちクラークの7六と LA2A をダブル置きっていうクラーク大好き人間みたいになってますけど、うん、いや全然あれいいと思うけどねうんすごくいいですよそれこそだってねいきなりあれ取れるんでしょ、うん、<laughs> っていうことだからそうそうそうめちゃなんかね所有欲じゃないですけどあのラックのハード買って 2U 版だみたいな <laughs> しかも真空管入ってたりするからねちゃんとね音もやっぱりプラグインとは違うぜみたいな感じをちゃんと味わえるので本当に素晴らしいいプロダクトだと思ますねそことよく比較されるのがやっぱりウォームオーディオだと思うんですけどあれもいいよねっていうそうだねちょっとワンクラス上がるのかな値段的にはだと思うけど 全然いいよやっぱりその、ね、僕が入れてる時はそのクラークとかはいなかったんでああそウォームのが昔からそんな感じだったけどもうクラークの方が高かったもんね昔そうだねそうなると思ってなかったものあったしねうん、うん、まあ、なったけどやっぱ何ですかね満足感は何ていうの石回ってしばらくやり込んだ状態の後から買ってるからさ、うん、アナログがどんな挙動になるっていうのもなんとなく想像ついている中で買って。 でそれだからうん、うん、全然あのおっかなびっくりっていうか良いものでしたよそうだねうんいやなんかあれですよあのウーレンの,の本家のやつと比べてどうかとかっていうのはナンセンスだと思うんですけど物、うん、が違うんでですけどでも最近のウォームオーディオ、うん、マイクもすごい頑張ってるじゃんいやすごいと思うね,ねめっちゃ安いし、うん、で値段と、うん、その 見,見た目を見なければ絵で見なければ、うん、お耳で聞いたらそこまでの違い感じねえぜっていうところもあるじゃん。うん、AB されたらどっちかどっちかってわかるよなん。となく正直分かるけど、うん、単体でそれポンってきた時に、うん、あこれはちょっと音として使えないレベルだよねみたいなのは全くないというか、うん、普通に「いいじゃんいいじゃん」って言える感じのものがすごくお手頃価格で購入できるっていうのは嬉しいよねっていう。 多分怒られないと思ううんですすよよそね成果物だけじゃん結局のところさその、うん、使ってるクリエーター側から見たら安いもの使いやがってっていうところもやっぱり実際あったりするじゃん、うん、そのいい悪いは別としてさそうだ、ね、ちょっと不安になるとかっていうのはあると思うんですけど、うん、できて出てくる音だけ聞いたら全然困りませんみたいなところっていうのもやっぱり1個あると思ってて,てさ。うん そういうい意味で何使ってもかっこいい演奏が取れていればまずそこだよねっていうところかなとは思うんですけど、うんうんうん、そうだね困んないんじゃない困んないっていうかねもっとよしもっとよしっていうふうにその上を見ていけばあれだけど別になんかさ一昔前のカスカスな音がするなーとかさ別ないじゃん。<laughs> みたいな感じにならない やっ,ぱやっぱアウトボードア違うなって感じれるからね、ちゃんとね。そう、スラグインと違うなっていう。そうですね。あとはあれですね、ゴールデンエッジプロジェクト。あれの辺もすごかったよね、出始めの頃さ。今でもね、こなれて見えるけどさ。ね、コンプとかやばいよ。うん。ここも。あやこれみたいな感じだったよね。だって、ハーフラックでしかもね、場所もとんないしさ。そう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 。LS3A の やつととか、うん、ちょっと欲しいんですよへ、ね、えー、すげえ使いやすくてはいはいはい、はい、しかもねあれ改造したりとかする人もね最近は出てきてらっしゃったりとかするようなんでああそうだねそうだねそういう楽しみというかさちょっとそのし、ね、結構そのガツガツにやってる人たちもこうなんていうんですかカスタムしてこうさらに自分が寄りにするみたいな特にゴールデンエイジプロジェクトってうん 割とえっといじることを前提にした設計してくれてたりするのよ。うんうん。だからそういう例えばトランスがもうそも,そもそもそこに入るようにできてたりとかっていうのがあるから。うん、うんうん、うん、ちょっとそういうなんて言うでしょう DIY 的な面白さもあるよなとは。そうだよね。うん思いますね。はい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 。あだからなんだろうねそのいわゆるお安めというか値段帯としてドキドキするやつとかっていうイメージって。 行くやつでもういんじゃなないかとそうですねむしろいいんじゃないっていうふうに思っちゃうな例えばこれに最初から例えばゴールデンエイジ安い安いって言ってもやっぱり10万近くしちゃうと思うんですよ7万円とか8万円とか本家と比べると安いけれどもさっきと同じ感じですよね絶対値としては安くはないとは思うんですけどその価格以上の価値は感じられると間違いなくプロダクトになってるのかなとは思いますね そうだよね、特にさ、えー、とコンプレッサーに関しては、うん、えどんなに安くても使えると思うそうだねだって、うん、あの、うん、16系の DBX とかもそうですけどねうん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 あれなんてベストセラーじゃないですかだって今ねあのフリマサイトとかで買ったら1万円とか1万52万円以下ぐらいで買えると思うんですけど、うん、つまみ3個だし、うん、超いいよっていう。 なんだろうな外演奏で使ってる人もいるし中で使ってる人もいるしね、うん、あれはすごいなって思っちゃうね、うん、めっちゃいいと思います、うん、EQ になるとちょっとドキドキするかなっていうのがありますけど<ー>コンプはいかにどれだけ安くても、うん、キャラクターが出るからいいかなって思ってますようん、うん、はい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 エフェクター的に使えるじゃんコンプってそうだね、まあ、何に使うかには、まあ、求めている方向性とかいろんなところあるとは思うけど 何かに使える使えるなんかうちも結局ねチューブのコンプとかいたりするけど値段はそんな高くないもんうん色付け用途には全然使えちゃうからそう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 いわゆるもっちり柔らかみたいな感じになるやつとか、うん、なんか厳しくピシンってなるような感じだったりとかするやつとかバ、まあね、リエーションがねまああればまたそれはそれで面白くなってくるんかなっていうふうに思うかな基本的に僕あんまり もともとハードウェアは基本的にうーん派だったんで<う>ですけど、まあ、結局ちょこちょこ入れてるってことは <laughs> ってことなのかなみたいな音作り音のセッティング決めるの早いしねハードの方がなんだかんだよって、うんそね、当然ねその面倒くさいこともあるよっていう1台しか使えないしみたいなそうそうそう,そうなんかもうプラグイン慣れしてるところからさ入ってるからさなんで1回しか使えへんのようん、うん、みたいな感じになるっすよねそう とか、うん、あの撮ってる間さ何ていうのかけてるかけてる何ていうのプラグインだっすぐかかるじゃない、うん、でそれが反映されるじゃない、うん、<laughs> ハードのコンバート録音しなきゃいけないじゃんそうだねだるーみたいな風になるんですけどうん、うん、まそれに何ていうんですかね変えがたい何かがあるみたいな何かというか、まあ、座りが良かったりとかまた別な話になってくるんですけど コンプレッサーとそね,ねそのなんていうのかな叩くっていう以外の別の恩恵があったりとかするからあっホールド先生ちょっと衝撃の事実が判明しました、はい、ゴールデンエイジプロジェクトの設立って1982年らしいよへ、うんえー廃戦でしたへ<す> <laughs>、えーもっと新しいやつだと思ってましたわねっか出回るようになったのってうん そんなにそんなにねそんな前からっていうイメージはなかったですけどそうだねそうだね今サウンドハウスのブランド紹介見てたんですけどはい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 、はい、あ意外とじゃあもうね、うん、歴40年近い中堅ですよ中堅そうだねうんもともとは高いの作ってたのかねどうなんでしょうねそれベリンガーストーリーですけどわかんないけどまあなんでやっぱでも片手ぐらいの金額からでも けるんじゃないかなっていうのが今ほんと正直な気持ちだねそうですねマイクプリアンプってなってくるとねまたちょっと話変わるかなうんかなとはもちろん全然使えるものだしいいとは思うんですけどねそのコスパというかその上の価格帯とも戦えるという意味でいくのであればやっぱりコンプが一番その辺のコスパというかはいいのかなとは思いますけどねうん、うん、遜色なく使えるというかうーん 三十万の製品に混じって5万の製品も戦えるぜみたいな感じがやっぱりあるのはまあコンプが一番わかりやすいかもしれないなとは思うってなるほどねサミットオーディオとかもこれずいぶん上がったねああ昔からあるよねサミットオーディオってねサミットもねそれこそあれですよねカ入ってるやつだよねそう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 チューブレベラーとかピヨピヨするやつとか好きな人たちとかちょいちょい知ってたりとかしててさうん これもそんな今でこそ今8万3000円とかなってるんですけど安くなってもっと高いのもあった気がするなサミットあるあるある全然あるなんだけどエントリーというかうちらの手に届きそうな年団体だったと思うんだよねだ全体的に上がっちゃってんだろうねおーおー高いやつは普通にやっぱ40万とかしますよあそうですよね、うん、まあでも一個言えるのはさあのちょっと今回のテーマとはすげえそれるけど、うん、アウトボードは今のううちに買っとけとけ思うよねそこで無理してローン組んだりとかってする必要はないと思うんですけどうん 今後多分ねしばらく値上がりする一方でしょこの辺うんのかなやっぱりでなんか今狙ってるのがあるのであればちょっと頑張って買っちゃった方がいいだろうなとはやっぱり思いますよねうん、うん、そうだねまあそこら辺の時勢がどうなるかは正直あれだけど今んところ上がり調子で本当にトントン来ているからうん だって今2段階目ぐらいか3段階目ぐらいだよね値上がりしてあれこんな値段だっけみたいのがいっぱいあるから、うん、体感がもうちょっと違うものになってきてるからっていうのはあるのかもしれないす、ね、なですねなんか更にこうなん贅沢品みたいな感じになっちゃうから <laughs> そうだねまあこの辺に関しては資産というか自分の成長するものになると思うからあって損はないなっていうふうに、ん、あのー、入れた後思ったっすね 入れる直前まではマジで眉イウだったんですけどお<ー>かなり渋ってましたよ一回アウトボード触ってからプラグインをもう一回触ると、うん、なんかレベルアップしてる感じはあるよね多分多分学習できると思うんですよその挙動とかそのもの自体がさもともとこういう感じのものだったんだなってやつがあのデフォルメされてこうなってるんだなっていうふうに思えるのってでかいんだと思うんだよな手に取るように違いが分かるようになるから、ね、そう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  メータータ数字を見てたような状況のやつがさなんとなくグイッて入れて、うん、あこんな感じなんだっていうなんか何ていうんですかチャリンコ手放しでさノルミドなテンションだよなんかんとなくあこういう感じだよねっていう,こう体感でマッスルメモリーって,言っていうんですかううのわかんないけどなんかそういうような,なんかものがあると思うそれはでもやって初めて知った感じだねああそう,、ね <laughs> まあ、そうここって大事なのは経験だからねあの体感体感経験というよりかは、うん、そうだねああ、うん なんで<う>なかなか、ね、言葉でこの感じって伝えにくいんですけれどもげ、うん、えよっていうだからすぐ売るなって言われたもんああそうだねそうだね使えるまでかかるからって言われて特になんかそのコンプダイナミックス系とかってそうよね、うん、その機器のおいしいセッティングとか用途とかさ、うん、ってなかなかちょっとパッと触ってうんっていうのっていうにはすげえ経験値が必要なんだと思うし、ね、そうだねかかると思うし ここれにはこのセッティングがみたいなやつが生まれてくるからうん、うん、そこはやっぱりあのこいつがクソなんやっていう風にじゃなくていろいろ工夫してみたらいいと思うんだよねっていう風な話になったりとかしたのもでかかったかも個人的にはあ,あそこ大体自分が使えてないだけだからねそう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 ,そう,そうなだからなんか使えてる気になっちゃうじゃんよくそのプラグインとかとさ振り回されてるだけなんだったりとかする時もよくあると思うんだけど、うん、正直なところそうですねなんですけど も,うもちろんプリセットなんてないし、うん、っていう状況でこう動けるっていうのはやっぱりそのアウトボードを使うのに対してのなんていうのは学ぶためのアドバンテージっていうんですか機材そのもののアドバンテージもあると思うけどうそれはすごいあるなってまあ何かで言ってるかもしれないけど思いますよ毎度そうだねうんまあなんでまとめると、うん、えっとまだプラグインしか使ったことない人は安くてもいいので一個1個、うん やっっぱりコンプ買ってみるはいまあ、そこでねやっぱりこうレコーディングとか DAW やってると、うん、クソステレオじゃないととかってなると思うんですけど意外とモノラルでもいけちゃいますからね、ま、使うものいっぱいあるからボ、ねうん、ーカルバってそうだしベースもそうだしシニ、うん、ア単体とかさ。とかっていうのはやっぱりあるので手の届く価格の中でちょっと検討してみるっていうのは全然いいと思いますしね、うん、そうですね。 うん、豊かになる気がしますよその経験というかうです、ね、自分のものがはい、うん、というのがございますのでそうですねこんなもんこんなもんじゃない <laughs> どうしたら閉めていきましょうかはいはいはいということで、はい、今回のポッドキャストについてのご感想 とかありましたらコメントお気軽にお待ちしております、はい、YouTube でご覧いただいている方は YouTube のコメント欄からポッドキャストでご視聴のいただいている方は Twitter とかホームページからお問い合わせいただければと思いますはい。あ、そういえば前回のコメントもらってたやつを紹介しといた方がいいんだよねきっとここでやるやった方がよくないああ、いいよ全然なんかこんなコメントもらってますよっていうアピールをしておいた方が そそうかそうかか<ー>、うん、いいと思いますじゃあこの締めになる前のところでうん差し込むねはいはい了解えーっとちょっと待ってねどーこに一覧のとこで見えるんだっけえー、えええ,えこれだちょっと待ってねうんはいえー、っとですねここ ははいではですねあの以前の配信の時にコメントいただいたものがあったのでちょっとそこをご紹介させていただこうと思うんですけれども、はい、まず8回目、ですね今回ご紹介するのは、うん、どんなタイミング間で撮ってるのかっていうのがめっちゃばれる感じだと思うんですけど、うん、マニュアルってどうしてますかの回す、ね、はい、はいはいはい、でそこでコメント1個いくつかもらったのがのっていいいうアプリが PDF とかすらすら読めるし、うん、iPad の共有も楽だと。へー いう感じですすね入れてみま一緒にもらってるのがドイツフランスのプラグインは日本語の PDF がついてるような気がします。うんまあパッと思い浮かぶところはアートリアさんとかかな日本語ついてるかなあと価格に大差なければ国内 S 社ソニックワイヤーですかねの翻訳付きを購入するようにしています。私もそうででですねちょっと前まは海外しか買えない はいはい、っていうのが大半だったんですけど、うん、その辺を大半ソニックワイヤーさんで売ってるんだよね <laughs> そうだよねすげえって思うし、うん、同時に何て言うんでしょう為替の,の調整っていうのが非常に親切ですあんま変わんないんですよでそこで日本語マニュアルとかやってくれるのであれば、うん、めちゃくちゃそうですよねうん いいかなってめっちゃ調べてうーってならなくてもいいもんねそうですねまあ100%マニュアルがあるわけではないと思うんですけどね当然まあとつきやすいはやっぱ整理ですからそこら辺関してはい、うん、あのソニックワイヤーさんペイパルも使えるのであ<ー>うちもいいです、ね、結構、うん、ソニックワイヤーさんから買ってたりしますねはい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 、はい、あとは、うん、えとドロップボックス元ファイルはドロップボックスに入れてアクロバットリーダーで開いてるとうん長尺もつけれるし特に浮上してないけど どううもしっくりなないそうなんですよね<ー>アクロバットの注釈機能は悪くないんですけどね。まあね使い勝手っていうかこう、ね、取り回しの良さみたいなところですかそこに関しては。うん、うん、もうちょっとインスタンスにパッパパパッといけたらいいよねみたいなところはあるのかなとは思うんですよね。なんか構成入れてる感じになっちゃうんですうちのああ<ー>何 <laughs> となく作<業>なんとなくイメージを分けますわ。 という感じでコメントいただいたものはこのコンテンツ内で紹介していきたいと思っていますので、はいはい、ぜひぜひお気軽に言っていただければと思います。はい、ということで今回のポッドキャストについての感想ご提案等のコメントもお気軽にお待ちしておりますので、はいはい、YouTube でご覧いただいている方は YouTube のコメント欄に書いていただければ大丈夫ですしポッドキャストで聞いているよという方は Twitter であったりホームページからお問い合わせいただければと思います。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございましたありがとうございました。